猫、日下陽子作。もう一度 T に会いたいと思った。しかしその気持ちを抑えなければならないとも思った。 T が結婚するということを聞いてから1週間、どっちつかずの気持ちで過ぎた。美術書高価買い入れますというその T の店の前を幾度か通った。けれど入ってみることはできなかった。雨が急に止んでびっくりするほど大きなお月さんが出た夜、私は思い切って T の店に入っていった。T は猫を抱いて本を読んでいた。私はしばらく書棚の陰から黙ったまま T を見ていた。膝の上の猫は黒と白のブチでありふれたどこにでもいる猫であり、霊に漏れずじっとまどろんでいる。そして T はその背中を静かに撫でている。こんばんは。私は低い声でそう言った。T は顔を上げてこちらを向いた。髪の毛が額に垂れる。いらっしゃい。その声は以前と同じような柔らかい響きがこもっている。本をぱったり伏せると、猫を机の上に乗せ、立ち上がって木でこしらえた四角いテーブルを机のそばに持ってきた。その上にティーの座っていたところの赤いサラサの座布団が置かれる。どうぞ、お座りください。この言葉も、これまでの動作もいつもと同じである。私は相変わらず何も言わないで腰掛けた。猫がその時のぞりと私の膝へ来る。 T が愛撫したように私も軽く背中を撫でる。君がもう来んというもんだから、そんなに嫌わずに来てくださいよ。T の言う言葉を本当に受けていいのだろうかと思う。お会いそうだろう。本も買わないのに来てほしいなんて、そんなことはない。私はほんの少し笑ってみせた。寂しいのだ。その気持ちがその笑いに含まれている。さっきまで大変な雨だったわね。黒いレインコートは湿っていた。話題を変えて私はそう言ってみた。雨が降るとね、誰も来ない。雨だとがっかりする。でも僕は雨が好きなんだ。ああ、雨より雪の方がもっと好きだな。君は雪を知らないんだろう？ええ、雪の話をして。僕は北陸で生まれたんだ。雪はいいよ。こたつに入っているだろう。雪は音をちっともさせないで降り出す。例によって少し風邪気味。猫を抱いてうつらうつらしているんだ。とね、ふっと目覚めて窓を見ると、こんなに積もっているんだ。Tは片手を机の高さに持っていき、私の方を見て微笑む。親切、これがまたいい。ゴム靴で歩くと、ククククッという音がするんだ。それがたまらなくかわいいよ。本当にクククッと言うんだ。私は目をつむった。雪国は少しも知らない。ガティの話で、軒に積もった雪を思い浮かべる。雪の風景に T と T の妻になる人の姿が浮かんでくる。ああ、おめでとう。私は聞こえないような小さな声で言う。何？ T は雪の景色が頭にまだ残っているらしく、私の言葉がその景色を消そうと邪魔したかのように少し不機嫌に聞き直す。結婚なさるんでしょ？
私はそのことを T の弟に聞いており、T も私がそれゆえにもう来ないと言ったのを弟から聞いて知っているのに、なぜ黙っているのだ。私と同い年ね。ぽつり、私はそう言って、そしてその後沈黙が続いた。猫が急に、にゃーと鳴いた。そうしてごそごそ机の上に這い上がると T の方へ行った。猫いりませんか？邪魔になって、うるさくてしょうがないのでね。T が言った。いつか T は、猫が可愛くて仕方ないと言い、いつ来ても猫を抱いているのに。どうして？可愛がってたくせに。私はそう言ってから、はっと思った。孤独と猫。妙にその二つの言葉がひらめいた。T は結婚する。T は孤独ではない。T には猫がいらないのだ。ネズミ一匹取らないので、本を引っかくし、困りものだよ。これこれ、と人差し指を猫の鼻先へ持って行ってくすぐりながら、T は言う。私猫大っ嫌い。猫大っ嫌い。不思議と興奮してそう言った。そして私は立ち上がった。もう帰る。さよなら。また来てくださいよ。約束してください。通りへ出て私は振り返った。T の視線を受けた。T は微笑んでお辞儀をした。私も仕方なく笑った。私は私の恋が馬鹿らしいとは思えなかった。悲しい。ちょうど雨の後の月夜であるということが余計に悲しくさせるのだ。月の光は私を孤独にさせ、私を人生の終わりへ引っ張ってゆく。もう恋なんかしないで生きよう。傘の先でコンクリートの道をコツコツ叩きながら、私は歩いていく。猫をもらってくればよかった。そうだ、私は当分猫と一緒に暮らしたい。猫を愛撫して、猫を熱愛して生きていこう。私はふとそんなことを考えついたのだ。その考えを実行しようと決心した。その晩、寝ながら猫を抱いている私の姿を想像した。私はあの透き通った大きく光る猫の目が大それたもの。それは残虐な企てを意味している。を抱いているように思えた。そして偶然に想像している私の姿と、それが交錯してだんだん自分自身の瞳に残虐なものが含まれているように見えてきた。猫と私の間に T の姿が彷彿として浮かぶ。そしてその時猫を殺そうと思ったのだ。ジャックナイフがいい。あれで猫の目をくり抜こう。いや、心臓をブスッと一突きしようか。頸動脈をついて、真っ赤な血がタラタラ垂れるのを見ていようか。やっぱり心臓がいい。この猫にまつわる私の計画は、私をだんだん夢中にさせ、喜ばせた。T の静かに語った雪の話が、ちらっと頭を、かすめたが、すぐにその上を血が垂れて行き、あたりを深紅に染めてしまう。猫の死骸、これは一体どうすればいいだろう。箱に入れてT に送ろうか。そんなことはよそう。そっと鳩場へ持って行って捨ててしまえばいい。私はそれを明晩やろうと決めた。そしてその、順序を立てた。翌日まず
私は T の店へ行った。T に何も言われぬ先に、猫をもらいに来たの、と言った。猫？君嫌いだと言ったのに。だけど欲しいの。きっと好きになるわ。きっと。猫を抱えると私は、ありがとうと言うなり、すぐに店を出た。そしてやっぱり振り返り T と視線を合わせた。さよならっておっしゃい。私は猫を T の方へ抱え直していった。猫はスルリと抜けようとした。が私が強く抱きしめたので、にゃーにゃーと激しく泣いた。うちへ持って帰ると、家中の人が撫でた。かつお節をかいて煮て、冷やご飯と混ぜると、かけたお皿に盛って、猫の鼻先へ出した。舌を出して食べる様子が、おどおどしていて、かわいらしい。鳴らして見せるよ。僕のペットにするんだから。弟がそばに頬杖をつきながら、やっぱり猫の食事を見ている。今晩殺すのに、心の中で私は気持ちが晴れ晴れするようだ。殺すのだ。生き物の命を絶つのだ。猫は少し耳をビリビリ動かした。それはあたかも私の考えを嗅ぎつけたようであった。ふふん。私はもし T に猫を殺したと言ったら、どんなに怒るだろうかと思った。私は寝床の中に猫を入れた。弟が一緒に寝たいというのに、私は私がもらってきたのだと頑張り、黒地に赤いぼかし模様のちりめんの布団の中へそっと入れてやったのだ。そうしておいて机に向かい、真ん中の引き出しを開けた。右隅にジャックナイフが入っている。戦死したいとこの遺物なのだ。私はそれに触れた。ひやっと冷たい。握りしめてみた。冷たさが手より私の心臓へ向かって突っ走ったように感じる。一番大きな歯を広げた。電灯の下に持っていき、はーっと息をかける。白く曇ったところが、だんだん狭められて元通り強く光る。次に小さい歯、一番小さい歯、切り、全部引き出した。そして机の上に乗せて、どれが一番殺すのに適するだろうかと考えた。そしてすぐ一番大きいのに決めた。フランネルの歯切れを持ってきて丹念に拭いた。それに自分の顔がはっきり映る。目が映る。そして重なって、猫の目や T の目が映る。T の声が聞こえる。ナイフの T は怒っているのだ。私のこれからの行動を知っているのだ。私はそれを机の引き出しに入れた。すぐ手前の取りやすいところへ、きちんと横に歯を広げたまま置き、位置が変わらないように、そろりと引き出しを元へ戻した。猫を殺したということを T に告げようか、告げまいか、私は迷った。そして5分ぐらいして、手紙で知らせようと思いつき、私はペンと便箋を出した。そうしてゆっくりゆっくり書き始めた。もう殺してしまったように思えてきた。T さん、猫を殺しました。猫をなぜ殺したか私自身わかりません。あの風が吹くと、桶屋が儲かるの例のように、遠い遠い結論が、猫を殺したということだろうと思います。その風が吹くに当てはまるのは、あなたが好きだということなのです。その中間はわかりませんの。
あなたが好きだから猫を殺した。変でしょうかしら。その間は想像してください。あなたと私と猫の関係は、猫の死とあなたの結婚と、私の無事の殺害罪によってチリジリになってしまったのです。このフィナーレはみんな幸福なんです。猫を殺した私は、私の脆い感情を意志の力で抑えつけることができたという喜びでいっぱいなのです。あなたを私の中から放り出すこともきっとすぐにできるに違いないわね。あなたを瓶詰めにしてたまに行くところへ、さあ土蔵の中でも旅行カバンのポケットへでも入れておくことができるわ。なんなら猫と一緒に海ん中へ放り込んできてもいい。私は幸福よ。私は幸福よ。さよなら。T さんへ。Y 子より。封筒に入れて、糊付けをし、自縁の間に挟み、私は寝床に入った。猫は生きていた。けれど絶対に殺すという信念でいっぱいだった。猫を抱いた。昨夜まで T の布団の中で T に抱かれて寝ていたのだと思うと急に悲しさがこみ上げてきた。泣くまいとわざとさっきの手紙の文を心の中で繰り返した。が涙が猫の背中へ垂れた。頬をそれにすりつけると猫はじーんと熱く柔らかい毛がかえって私を愛撫しているようにも感じた。時計が12時を打った。私はそーっと布団を剥いだ。暗闇を猫と共に起き上がり、丹前を羽織った。猫は私の胸で眠っている。私は目覚めないように注意しながら、ゆっくり歩いて机のあたりまで来た。手探りですぐに引き出しを開けるとそこにちゃんとナイフがある。それを丹前の袖に入れて上から強く握る。歯は広げられたままである。廊下をつま先で通り抜けると玄関へ出た。月の光がさっと内側へ差し込んでいる。下駄を突っかけ、鍵を開けた。そして戸を引いた。瞬間目がくらむぐらいの明るさを受ける。猫が少し動いた。泣かないようにと心で念じながら、石畳を一歩一歩降り、目がくらむぐらいの明るさを受ける。猫が少し動いた。くぐりを抜けて庭へ出た。青霧の下に立って私は月を見る。そうしてさっきから強くなっている胸の動機を沈めようとした。昨夜考えをまとめておいたから、その通りすればいいのだ。私はたもとに手を入れた。歯に触れたとき、またあの冷たさが突っ走る。それが私のややもすれば感傷的になるのを抑える。猫は目を閉じてまだ寝ている。歯の先に袖の真綿が引っかかって、それが長く糸を引いた。霧の下に中腰になって、膝の上に猫を置いた。目をつむった。T の面影がこの歯で無茶切りにされますように、私はそうして猫の首を左手でしっかり捕まえた。と同時に猫は、にゃーと強く鳴いた。庭が広いので家の中までその声は聞こえないはず。私は歯で動こうとする猫の胸元を軽く触った。
ギャー、猫は暴れ回る。猫は大きく見張って、その透き通った不気味な目で、私の方をランランと睨みつけている。毛が逆立って、爪が私の手を引っかく。その形相のものすごさ、私は自分の手の甲に傷を見た。血を見た。が痛さは感じない。動悸はかなり激しくなっていて、興奮している。猫を抱えて、左手はブルブル震え、歯の先も震え、猫も震えている。猫の叫びはなおも続いた。歯をその胸元へ突き刺そうと、ナイフの柄を固く握りしめる。そして暴れる猫の心臓の上へ刺そうとした。その時はっと背後に覆いかぶさるものを感じた。Tだ。私は途端に立ち上がった。猫を離した。一目散に猫は逃げる。ナイフを落とした。振り返る。だがそこには T はいなかった。霧の木がまっすぐに立ち、その梢の葉の間より月が真っ青に光っている。私はふらふらと霧の木にもたれた。もう何も考える余地さえなかった。そのままヘタヘタと座り込むと、霧の木を手がしびれるほど抱いた。ナイフが土を少しばかり掘り削って、足元に突き刺さっていた。それを静かに引き抜くと、私は右手で力任せに、霧の胴に傷を入れた。横に一本、そして縦に一本、二本ぐらいずつ引いて、T という字を彫った。白い肌がくっきり現れた。私はその書かれた T の字を見ながら泣き出してきた。左手で霧を抱え、右手でその字を撫でた。涙は次から次から出てきて、それは丹前の膝の上にキラリと光った。頬をその文字にすりつけて私はなおも泣いた。唇をその文字に当てて、まだ泣き続けた。翌朝、自園から、昨夜書いた手紙を取り出し、封を破って私はこう付け加えた。そしてまた、全部、細かく裂いてしまった。T さん、今までのところは、実は殺そうとする前に書いたのです。猫は殺さなかったの。猫は逃げていって、戻ってこない。私は幸福にはなれなかったの。あなただけが幸福。猫も生きている方が幸福だったかもしれないわね。では、私だけが不幸。T さん、私はやっぱりできなかった。私はやっぱり、あなたを瓶詰めにしたりはできなかった。あなたを愛している。そして、孤独なのね。終わり。